皆さんこんにちは。高校野球 .com の田中です。今回は茨城県常総市にある石毛球場にて5月7日に開催されましたボーイズの東日本ブロック代表選考会の模様に密着。北海道から長野までの各地域で選ばれた精鋭たち総勢48名が大集結。代表メンバーの座をかけたアピール合戦の模様をお届けしてまいります。動画の最後には今回代表入りを果たした20名を一挙ご紹介しますので、誰がメンバーに選ばれたのか考えながら最後までご覧いただければと思います。5月7日朝8時半頃に球場へ集まった選手たちは、連盟の方々による開講式が終わるとレフトへ移動してアップを開始します。ここで選手たちの先頭に立ってリーダーシップを発揮したのが武蔵狭山ボーイズの西田選手でした。先日開催されました第52回日本少年野球春季全国大会で優勝を飾った武蔵狭山ボーイズの主力選手としてプレーしている西田選手。緊張した面持ちの同級生が多い中で率先してリーダーシップを発揮しながらも、時折笑顔を見せながら雰囲気を作りました。そうした働きかけがあったおかげか、アップが終わった頃には選手間でも徐々にコミュニケーションを取っている姿も見られましたが、キャッチボールとトスバッティングと一通り体をほぐし終えると本格的な選考がスタート。まずはベースランニングで各選手が脚力の高さを見せます。それぞれが自慢の走力を見せる中で最も沸かせたのがこの選手です。湘南ボーイズの山口選手です。ホームランでも自慢の走力を存分に発揮して、タイムはなんと 13.88 秒という驚異のタイムを記録しました。午前中の最後は3班に分けてシートノックを実施。各選手が自身のポジションに散り、普段の練習で使ってきたものを存分に発揮します。差し込むのは、そしてキャッチャーはここで自慢の強肩を見せることになる二塁送球のタイムを計測。中学生離れの送球が続きます。その後ゲームノックと昼食を挟んでから午後にシート打撃を実施。カウントはワンボールワンストライクからという状況からでしたが、各選手が持てるパフォーマンスを存分に発揮。その中でも投手陣は特に目立ったのがサウスポー3人です。まず1人目は東京城南ボーイズの佐藤投手。この世代を代表する投手として注目されている佐藤投手は、制球が乱れたことを課題にしながらも、まっすぐの走りは他の投手と比較しても素晴らしいものがありました。また外野を守っても強肩を生かしたスローイングも披露し、ポテンシャルの高さを随所に見せました。2人目は以前高校野球 .com でもご紹介させていただきました浦和ボーイズ上原投手です。ストレートとスライダーのコンビネーションで打者を抑えました。この選考会に参加した選手に話を聞いても、上原投手の名前が必ず上がってくるほど強烈なインパクトを残しました。
太陽太陽。3人目は小浜青葉ボーイズの豊島投手です。完成度の高い投球フォームから伸びのあるまっすぐを投げ込んでいた豊島投手、現場で撮影していて佐藤、上原の両投手に引けを取れないスケール感があり、残りの中学生活はもちろん高校での成長も楽しみな投手でした。この他にも糸崎ボーイズの大島投手をはじめサウスポーが豊作な印象でしたが、右投手だと武蔵村山ボーイズの浦松投手、横浜泉中央ボーイズの相葉投手、さらにはアンダースローの上原枠投手などが目立ちました。一方の打者では上の川ボーイズ井上選手、太田スバルボーイズの岩渕選手、さらには柏ボーイズ岡田選手から開運、シート打撃後のフリーバッティングでも各選手が痛烈な打球を飛ばしていました。最後はダウンをしっかりとやってから終了。各選手が持てる力を全て出し切りましたが、今回の選考会を受けて選手たちも様々な刺激、学びがあったようです。今まで戦ったことない選手たちが結構すごい選手が集まって、自分のチームとかにも教えることがいっぱいあったと思う。声出しとかすごい、なんか自分たちが使ってない声出しとかすごい乗っていける声出しをしてたんだけど、そういうのを自分のチームに教えてみた。いや、もう本当高いレベルの選手が集まった中で、そういう関係の中でできたのもなかなかないですし、本当にいい経験ができて、これをチームに伝えていくっていうのが、まあ、自分の役目でもあって、本当にいい選考会になったと思います。連盟の方々に話を聞いても、例年になく実力者が多く集まったという今年の選考会。雰囲気も素晴らしく、選考には悩みそうだとの話もされていましたが、そんな選考の末に2022年の東日本ブロック代表に選ばれた精鋭20人を最後に紹介したいと思います。今回選出されたメンバーが東日本ブロック代表として8月に広島で開催される第22回鶴岡和人記念大会に出場します。8月の大会で活躍することを楽しみにしています。